보는 준비됐어요? 빠이야! 안녕하세요. 연사모 TV のコージです。 今日はですね、 撮影日が父の日 ということで、 日頃ね、 頑張ってるお父さんに、 感謝も込めて、 ちょっとおもてなしをしていきたいと思っております。 で、お父さん。 안녕하세요. 안녕하세요. 今、サムソンライオンズの1軍の打撃コーチしてんだっけ。 まず最初にね、以前ヨンサモTVでも紹介したエプリックっていう韓国のストリートファッションブランドがたくさんね集まってるセレクトショップに来てます。でここでちょっとお父さんの洋服を一緒に見に行きたいと思います。今年65歳のお父さんがね、ちょっと韓国のストリートブランドを<笑>ちょっと一緒に見に行くので、ぜひ温かい目で見てください。じゃあ行こう。 사장님 안녕하세요. 안녕하세요. ここのエプリックっていうセレクトショップなんだけど、結構韓国のねストリートブランドかなっていうのの最新の商品がねたくさん集まってるので、すごいね見やすいんですよね。楽しい？うん、こういうの。それシンプルだね。え？シンプル。でも丈がちょっと長い。長いんじゃない？半ズボンにしたら。 そこに今のブランドも有名、これ人気のブランド、これ、うん、サンサンギオっていう。おお、ウェブ人気もあるね。韓国では今ポーラーのロギ流行やぞ。機能性なんだ。ああ、テグ限定の。あ、帽子、帽子。おお、こういうのいいな。夏もかぶれる。うん、夏もかぶれる。うん、あ、悪くない。 悪くはないけどね。え、悪くはないけど、あっちの方がいいな。うん、これね、これここのブランドが韓国のブランド。うん、何がどう、これ。それもいいね。64の大丈夫です。大丈夫、全然可愛いよ。ん、着てみようかな。うん、着て大丈夫。着て大丈夫。この Xラジ半分に戻ってよ。あ、でもこれもいいな。それも可愛いけどね。意外と韓国ブランドよ。アカデムブランドよ。 それもかわいいけどね。エクストラージ着てみいい？イゴ君体重いいっすよ。エクストラージ。で、ね。おお、いいね、いいね。めっちゃいいよ。サジャに持ってよ。え？サジャ君、チャンシンかってんだよ。おお。これ、めっちゃいいじゃん。あ？そう。いや、悪くないよ。合ってたもん。イゴのハングルブランドよ。エイペックスデザインっていう韓国のブランドだって。 うん、かっこいいよそれ。え、かっこいいキャップ。おお、これもいいね。え、こっちはバックプリントがいいなと。プリントあった方がいいな。うん、そう、前のプリントかわいいけどね。え、あ、いい、あ、でもこれもいいな。これもいいね、水色がかわいい。今日のパンツとめちゃめちゃ合う。サジャにも行こうってよ。 いごん、清々しいんで。ああ、可愛いの君だって。パジランサロールで、せっかり。でも、マジャよ。ね、おぬる、おぬるのもちょわよ。よ、可愛いイメージだって。うん。でもね、似合うよ、おっさん。まあ、でも、着心地は。うん。ああ。父の日のプレゼントは、そのキャップとその T シャツね。ありがとうございます。よく似合ったと思う。忘れた。忘れた。
ゲットしました。うん、今度一人で来ます。本社層はどうだよ。うんうん、じゃあおっさん、いつもお疲れさん。はい、じゃあ今ね洋服買ったんで次はご飯を食べに行きます。はい、行こう。行きましょう。よし、これからいっぱい食べるよ。はい、サムスサミンジョっていうね、この三ナクチが有名なこう居酒屋というかレストランに行ってるんだけど、三ナクチっていうのがエネルギーがねたくさん湧きますよっていうご飯なので、ちょっとお父さんにたくさん食べてもらって、明日からのキューブ戦に向けてエナジーをつけてもらいます。じゃあおさん、お疲れ様です。はい、どうも。はい、よいしょ。乾杯。お疲れさん。お疲れ。うまい。うまいね。おいしい。韓国でさ、ビール飲むじゃん。うん。何のビールが一番おいしい？韓国だと一番飲むのはテラ。テラ。普段は全く飲まないから、こうやって飯、食事行ったりするときに、うん、前はテラが多かったけど、今はカスが。これはどう？おいしい。おいしいよね。うん。パリのケランチもね、必ず出るよね。必ず出る。セットには必ず出ます。ココロケランチもどう？うまい。うまい？おいしい。ここにタコが来るのか。うわぁ、これね、まだタコが、ね、生きてるんですよね。あ、これ頭もこんな感じで焼く。ソースとこうやってニンニクソースとこう絡めて美味しく焼いてくれます。タコにはね、ソジュが合うってことで、ソジュにめちゃめちゃ合うと、ゼロ。乾杯。はい、おいしい。おいしい。これね、韓国の人はね、ビールとちゃんぽん、うん、そう、混ぜてんだよね。あの、爆弾って言うんだって。うまい。カニの味が。マジで。カニの風味がとか味が。する？するする。美味しい。めっちゃ美味しい。じゃあこのカニもらっていい？うん、雑炊にして食べるね。え？雑炊みたいに。綺麗におかわりのご飯まで入れて全部食いました。おっさんどう？満足？満足満足。ごちそうさまでした。おっさんお腹いっぱいになった？いやー、ごちそうさま。コージ君、ありがとう。美味しかった。最後はね、ゆっくりコーヒーでも飲みながらのんびりしたいと思います。OK。感謝합니다。ねえ、진짜예쁜카페요。あ、感謝。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。どうも。あとさ、試合何試合ぐらいの？あと82試合。あと82試合、うん、じゃあまだまだ全然。82試合か81試合。じゃあ全然、あれか。ああ、巻き返しであればできる。できるよね。これからだね。まあ、頑張りますよ。韓国来てさ、これ美味しいなとか、あ、これ面白いなとかってあった？美味しいのは、やっぱりサムギョプサルとか。サムギョプサル？とか、いや、美味しいよ、ご飯は。何でも美味しい。うん。みんなにさ、なんて呼ばれてんの？コーチ、コーチ。ただコーチって。そうそう、こっちの人はね、コーチって、うん、韓国の選手の中で、なんかすごい気が合う選手とかっている？もうこの人、なんかこの人とよく話すなみたいな。まあ、ずっとキャンプからやってるから、うん、やっぱりこうした方がいいですよ、あした方がいいですよ、それを忠実にやる人も、うん、とかいるから、うんうん、だから今でも日本でしたから、うん、授業をして、あれそうですかって。あ、また来るんだ。うん、逆になんか日本の選手から特にない、今連絡は。あ、ないないない、ない、うん、連絡は多分分かんないです。あ、そっか、そうか、携帯が変わっちゃったのか。変わったっていうか、多分
ルがここにいるっていうのは多分知らないか。知らないんじゃないそうか特別に韓国に行けなくて発表もしてないしね。確かに。それでいいじゃん。確かに。韓国ってこうなんか夜に結構さカフェが多いじゃん。うん、夜になんかこうカフェとかさに行ってコーヒー飲んだりさお茶しながらのんびりするのがすごい韓国の人好きなの。うん、今ちょっとこうそれ体感してるけどさ心地いいでしょ。あもう涼しいし。これから暑くなるんだけど涼しい。夜はさいいよね。でも。ほとんど出ていかないから、ね、まあ、もちろんそうだね。お父さんさずっとこのチャートやってんじゃん。うん、うん、あれも今から、ま、今もやってんでしょ。やってる20年やってきたからね。ああ自分で20年やってきたから絶対優勝に導いてください。頑張りますよ。今日はありがとうございました。いえいえ今日はねあの父の日のね父の日っていうことでお父さんと一緒に洋服見に行ったりちょっと話していいよ洋服をね、買いに行ったりとかこのタコ食ったりねしたりで最後コーヒーでちょっと締めたんだけど美味しいですよ。そうこのヨンサモ TV 最後までご視聴いただいてね本当にありがとうございます。でぜひあのいいねボタンと登録をお願いいたします。よろしくお願いしますおさんがもっと言ってよろしくお願いします。そうよろしくお願いします。で韓国にも来てください。はい韓国にもテグソウルもねいいとこなんだけどテグもすごくいいとこだし、まあ、本当ね素敵なカフェがたくさんあるからすごい楽しいと思います。サムスンライオンズを応援してね。そう、うん、応援してくださいこのね下に LINE とインスタの ID も貼っておきますのでぜひ登録をお願いいたします。お願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。バイヤー。